藤とまです。今回はこちら、スズキの新コンパクト S. U. V. フロンクスです。7月、スズキは新コンパクト S. U. V. のフロンクスをこの秋発売する予定であることを発表しました。今回は、そのフロンクスの概要を一足早くご紹介します。力強さと流麗さを際立たせたクーペスタイルに。 取り回しの良さとと快適な室内空間を兼ね備えたと鈴木が歌うフロンクス2023年4月インドでの販売を皮切りにスズキのグローバルカーとして中南米、中近東アフリカなどでも販売されているモデルでインド仕様のボディサイズは全長3995ミ、mm、リ全幅1765ミ、mm、リ全高1550ミ、mm、リ 外観はワイドショートなプロポーションで内装は細部までこだわった上質なインテリアが特徴ですいやもう僕も、ね、この VTR を見ながらうわ、すごい立派だな質感高いなって見ながらびっくりしているんですけども一方で実は全長4メーター切っている小ささにこだわる鈴木らしい車ですよね。 パワートレーンはインド仕様には存在しない1.5リッター直列4気筒エンジンにマイルドハイブリッドを組み合わせたもので、トランスミッションはパドルシフト付きの6速 AT になるようです。また、駆動方式は前輪駆動に加え、日本市場のために用意された 4WD も選べるそうです。 さらに日本仕様には道路状況に合わせた専用チューニングを施すそうで乗り心地も良さそうです。日日本本用には日本人には人 えー、合うような、ね、特性を与えるということでいろんな、ね、先進運転支援なんかも与えてくるそうですね、はい、でこのモデル、全高1 5 5 0ミリはい、はい、一般的な機械式駐車場に入りそうなんですよ、ね、それは嬉しいねで低いとあの駐車場の、ね、自由度が広がるだけじゃなくてすごくこう流麗なクーペルックもしてるじゃないですか。これなんか SUV 好き ってない人でも、はい、あこれだったらいいかもって思う人いるだろうねすきの世界戦略者って乗り味のいいモデルがあるんでぜひ注目していただきたい一台ですねん、うんはい、はい。フロンクスについては後日番組で改めてご紹介したいと思います以上藤友愛でした旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組それが車で行こうです TVK では毎週日曜夜10時 再放送は毎週土曜朝11時で公表放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。エンジン